段全然メイクして配信しないけど、だからこんだけ可愛くしてます。いやいや、質問の天板だけさん、ハートありがとう。かまちゃん、キノコ、キノコどうしよう、キノコ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 どうしよう、キノコキノコありがとう。紫キノコもあるの、これは毒なのかな紫キノコもありがとう。お、広島から帰宅お疲れ様。つうかん天板たけさん、キノコありがとう。服はこんなの、なにこれ、リスリスかな、なんか、あ、秋だからか、服はこんなん、ちょっと大人っぽい感じ、いいでしょ。ここがねちょっとふわってしてて、ね、それまた可愛いんですよ。で髪も今日はちょっとだけ巻き巻きしましたどうどう、ほら可愛いでしょ。下はね黒のなんていうっけ、マーメイドスカートを着ました。可愛い、ありがとう。仕事戻る、 OK、 ありがとう。ヤマシーさん、キノコありがとう。不思議なキノコ森ギフト、へえ、そんなの始まったの。うまちゃん、キノコありがとう。トレンドお化け屋敷まだあるか、あ、そういえばお化け屋敷行けてないや。お化け屋敷、え、行けばよかった、期間中に行きたいな。カキ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 タワレコ行って、今回はメインはあのアンナさんのね卒業のメッセージをカキカキしてきましたそう、卒業されるまでに絶対カキカキしたいなって思ってて、今日は空いてたのでカキカキしてきましたそう、タワレコでね書いた、自分のボードにもちょっとだけ付け足してきたお仕事中お疲れ様。かまちゃん、かまちゃん、さっきのリスのキノコのギフトありがとう。ここの辺にあったやつだよね、すごいかわいいねえ、タワレコぜひぜひ行ってください。明日行く、お早いね行動がぜひぜひ行ってみてください。そう、タワレコちょっとだけ書き直したのと消えてるところと、あれだね、あのなんて言うんだろう、ボードじゃない、なんかメッセージカード、アンナさんにあれを書いてきましたヤマシーさん、これは毒キノコで合ってる、キノコありがとう。そう、裏もちょっと書き足したよ、いい感じ。そう、ちょっと巻いてるの、そうなのそうなの、コナンコナンそう、今日は大人なの、そう今日は大人でも前髪が短すぎて子供っぽく見えるって言われた短いよ、毒キノコばらまくのやめて、みんな倒れちゃう。もじろさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。メーカーの配信企画でトップ名のメンバーが30人センターってのが気になる、メーカーの配信企画、待って、その情報を終えてない。なあにそれは、なあにそれは、気になる。喜ぶ喜んでくださるかな、アナさん、どうだろう。そう、それが書きたくて行ってきました。自分のボードがメインじゃなくて、アナさんのそれが書きたくて、そう行ってきましたアナさんの、そう、前にアナさんと行った時に、アナさんがキリカさんのかな、生誕か何かのやつを、そう書いてて、あ、メンバーもメンバーの書いてするんだって、してもいいんだって、そう、そこで知って、今回はアンナさんの書いてきました。そう、今回はノット何も書いてない。そう、ノットもなんか書いとけばよかったな。そう、お母さんは帰ったボード書くときはね、あのね、私もそれね、アナさんと行くときにね知ったんだけど、ボード書くときは特に店員さんとかには言わずに自分で書き書き始めるみたいな感じそう、え、何も言わなくていいんだって思った。こんばんは、こんばんは。背中書き書きするよゆかさん、かわいい、ありがとう。ヤットーさん、キノコありがとう。見つけてびっくりするやつびっくりするのかな、ねえ、どうなんだろうちゃんと名前をね、ソフロームとこをちゃんと奥田ゆいなって
本名にしといた。でボードも裏にいつも書くけど、そのメッセージカードも表に書きたいこと書いて、裏も少しだけ書きました。アナさんにはまだ内緒ですよ、まだ内緒、サプライズ。全員裏も確かにね。でもメンバーさんなんか巻いた時は会社変わってすぐだったからまだ一桁ぐらいだったけど、書いてる方が。ただけど今日行ったら半分以上の方が多分ボード書いてたかな。そう。たくさん増えてたから、ぜひ機会があったら行きます、ぜひぜひ。僕大会はクワトになるから、タレコ行く人増えそう。ああ確かに、私もあれだね、あのパルコとかあの辺行く機会があったら毎回書いてようかな。千秋楽お疲れ様、お疲れ様。確かにアナさんのね、アナさんに直接渡すこともできるけどね。今日はもうゆいままいない、もう書いちゃった。かまちゃんきのこありがとう、いひひいひひ、こんばんゆにゃ、こんばんゆにゃ。ばらまいたです、ちょっと。ダンシングキノコ、ダンシングキノコ、キノコがダンス。謎ギフトだね。公式チェックしてる、トップのメンバーがセンターにって書いてある、何曲か知らんけど、え、そうなんだ、公式。ちょっとこっちの方充電して見てみようと思う、ちょっと見てみよう、よいしょよいしょ、それちょっと気になるね、なんだろうね。ね、アンナさんびっくりするかな、前髪可愛いってなって、え、恥ずかしい。前日に美容室行ったら短くなっちゃった、触覚も短かった。恥ずかしい、めっちゃ子供になっちゃった。でもあのね、中学生組、そう、ミューポンとリアちゃんもパッツ仲間だったけど、さすがに私ほどは短くなかった。だってほぼお眉だったもん、完全なるお眉じゃないけど、なんかこういう感じで眉毛が一部見えてるみたいななってた。恥ずかしい、もうこれ限定のセンター見える企画、へえー、そんなのあるの、へえー、え、そうなんだ、え、すごい、メンバーも書いていいの、あ、やっぱりいいんだね。今回アンナさんのしか書いてなかったけど、今度行った時はこのメンバーさんのも書こう。あ、昨日には書いてきたと思う、そうだったんだ、へえー、待ってさ、かわいい、三つありがとう。そう、ママさんまだもういないよ。ノートだけにノート書く、ノー。効果でメッセージ書くとき、場所わからんかったら店員さん聞いたら親切に。あ、そうなんだ、そうだね、いろんなとこにねボックスあるみたいだからね、タワレコとか行かれたときはアンナさんのみんなで書こう。ね、ああいう企画ね、しかもそのポスト入れたんだけど、ポストみたいなとこにちょっとね、視線的にね中が見えるんだけど、たくさん入ってた。だからアンナさんたくさん愛されてる方なんだなって改めて思った。ね、そう、連写。うまちゃん、これはダンシングキノコ、毒キノコだと思った、ダンシングキノコありがとう。え、ぜひノート書いてもらって。顔に落書き、猫耳つけたりとか、ここに猫のひげつけたりとか。僕対決、対決するの。マジで、ウィンネが前髪参考にしたいこと伝えてしまうと、伝えたの、なんで、恥ずかしい。しかも今回に限ってはちょっと短くなっちゃってるから、これはあの再現しきれてないです、重さも。文字伸びたら完全再現でございます。たまにはいい、え、ありがとうね、キノコがダンスね、サムネどれだ、どういうこった北海道からありがとうございます。かいちゃん GG ありがとう。ナスちゃん、キノコありがとう。キノコはね、私苦手なものがこの世の中に2つだけあって、それがしめじとなめこなの。そう、それ以外何でも食べれる。あの、虫はダメ、あれはうん、食べないけど、
でもキノコはそうしめじとナメコだけ苦手ってだけで全然給食とかで出たら食べてたし、そうそう、他のねキノコしめじナメコ以外はさ、えのきとかしいたけとかまいたけ松茸とかは全部大好きなんだけど、しめじとナメコだけあまり好きくない。3センチ前髪短くできそう、えやだ、完全なる大前になっちゃうじゃん。お見送り待機。こんばんは、こんばんは、かまちゃんです、かまちゃんです。そう、おまおまおまゆいな、うまいこと言うね。そう、おまゆいなだったの今日。そうなの、可愛いって言ってた。えももさんが、え嬉しい。えももさんと今度会うときお話できたらいいな。帰宅した、おお疲れ様、よかった無事帰れて。ゆいにゃん牛はかな出したんだ、こうかって気になった。私はうちわを見つけるとすごい嬉しい。顔にひげを描こう、そんなことできないよ。はじめまして、違います、こんばんは、こんばんは。トラサバさん、花束ありがとう、手振った笑顔で振り返ってくれてめっちゃ嬉しかった。ええありがとうございます、手を振ってくださって。こうやってね、お見送り、お見送り、お見送りさ、この3、私は3県しか行けてないんですけど、広島含めて遠かった、神戸、香川もうちょい近かったからね。そう、もっと近くでお見送りしたい。あ、今広島から帰宅、お疲れ様、中旅名刺配りユニアンと呼んだら3期生みんな振り向いたからびっくり、ユニアンだったんだ。そりゃ振り向くよ、でもほんとギリギリで渡せたよね。こんばんは、こんばん、グリーンピース食べれる、グリーンピース大好き、グリーンピースご飯好き。点数リリース決まったみたいの、え本当に、マジマジ、でとりあえず公式の見てみよう。結構ね、1日で3回4回とかはさ公式チェックしたりするけどね。今日もなんか開いたか分かんないもん、同期のブログ見たり先輩のブログ見たりとかさ。なめこ、なめこの味噌汁とかね、給食出たな。あね、セーターのねメッセージ、今日セーターのあるかなって思ったけど、今日はあの卒業のが2種類だったから。そう、あ本当だ、新鮮度選ばれ抜き打ち企画大発表、本当だ、さっき見た時まだ発表してなかったから。すごい、大阪で新曲が当時のとメンバーセンターになって限定で楽曲披露、なんだろう、9月の 6はあさってか、あさっての20時から。ええ、これは見たい、あ、ようつべようつべで見られるみたい。抜き打ち企画、ほえーほえー、わあ、大阪に出る先輩方が研究生以外が対象なのかね、すごいね。直接見れてよかった、こちらこそありがとう。あんまゆいなんかわいい、ありがとう、でも恥ずかしい、ちょっと。はじめまして、はじめまして、こんにちは、こにゃまるさん、星ありがとう。余韻残ってる、今日もね、そう一人ではなくお友達とね、そうタワレコとか行ってきたんだけど、昨日の話をいっぱいした、この曲がこうでこうでこうでみたいな、服がこういう風でって話した、いっぱいで、メールもねこの配信前に一通送ろうと思ったの、なのにもう書きたいことありすぎてまとまらなすぎて、あの後から送ります。もうね、夏休み期間が終わっちゃったから送りたい時にすぐ送るってことができないのが悲しい。そう、会いに行かないと、お本当に愛媛しか行けてない、あそうなのね、ぜひぜひ僕たい公園で待ってます。サムネ縦読み S2S2S1005、いや
どういうことだ。S にす前後じゃわかんないね。50カウントありがとう。こんばんは、こんばんは。新センター発表ん、限定曲ってどういうことなんだろう。なんか深そう、ちょっとちょっと深そう。対象だったら熱い。確かにね、確かに。はじめまして、こんにちは。そう、千秋楽見に来てくれてて、お友達が。そうなの、一緒に今日行ってきたの。あつしさん、星ありがとう。こんばんは、こんばんは。これはリスでやってるのかな、この動物は。リスのキノコありがとう。そう、ツアーね、昼はポニーテール、夜はツインテールにした。ツインテールもあのどこだっけな、どっかで香川公園の1回ねツインテールしたけど、だけどその時はだいぶ下目でしたけど、今回ちょっと前より上目でしてみた。規制の国体公園、初日当たって DMM でチラッと映ってた。え、映ってたんだ。そうなんだ、初日当たったもいいね。ね、お名前はゆいなちゃん。そう、ゆいなです。最高だった。あ、ハッピーで応援してました。ありがとうございます。はじめまして、違うさらさら、ありがとう。こんなまたメールで送ると思う、多分。今日も写真撮ったから。友達は芸人以外だと誰推し、わかんない。私大好き私大好き。そう、その好きな子で、男性の好きな子でどんなのが好きなんだろう。あまり考えたことないな。うん、弟もいるけど、弟まだあんまり服とかなんかこだわりがある感じないし。うん、何がいいだろう。シンプルな方が好きかも、私は。服かわいいでしょこんばんは、こんばんは。待って、言い忘れた。今日はね、このあとね予定があるからね、待って、21時9時までしかできない。だから55になったら誕生日するね。久しぶりにちょっと夜ご飯を食べに外に行きますちょっとね、ご飯外で最近食べてなかったから久しぶり。お、眉気味なのか、辛い。やだ、さすがにそう短すぎない？触覚も短め。幼いな、なんかやっぱり。いいでしょ、でしょ待って待って待って、やめてない。10年いける、本当に。一人でいけるよ。そうだ、いけるよ。でもそうね、さすがに9時半とかに終わって行ってもさ、ほど時間になっちゃうからね。そう、ほど時間前に帰ってきたいから。そう、1時間あれば、私食べるのすごい早いから1時間あればちゃんと行って帰ってくれるから。ヘビは至急で邪魔してすいません。いや、至急はありがとうございます。いいね、でしょ。そう、ヤクさん、キノコありがとう。オムライス行こうか悩み中。え、いいじゃん、オムライス。オムライスね、あそこはね、席を教えよう、座ってた席を私ね、入ってすぐ、一番入ってすぐ左側の席かな、左の席で、奥側が壁側がアナさんが座って、そうじゃない側が私が座ったそういうこと。わかんない、私のあれかな、ブログで上がってた写真を見れば大体座ってた位置わかると思う。焼き鳥美味しいね。でも焼き鳥屋さん行くことあんまないな、コンビニとかで買っちゃう。そう、外ね、暗い。そうだよ、大丈夫、ちゃんとね、歩道時間までに帰るよそう、気をつけて行ってくる。そう
そうなの、友達行動力がすごい、ワキワキありちゃん、シングルの銭湯なのかな、どうなんだろうね、気になる。大阪でしょ、気になるよね。よしさん、かわいい、ありがとう。パッツン、そうそう、パッツン似合わないよ私、なんかパッツンって思い浮かぶ。あー、なんか割れてる、どうしよう、前髪を早く伸ばす方法ってないのかな、アイロンいっぱい取るとかかな。それはガワさん、キノコありがとう。6メツ目でよく見えたけど2回目は最後尾見えにくかった。あ、そうだったんだ。6メツ目ならね、一応顔も確認できるかな、6メツ目だと。あつしさん、星ありがとう。そう、なんかね、そうタッツンはね、そう、なんかね、なんか似合わない私。全国一だったの今日広島、そうなの、確かに今日暑いなって思ってたけど、そうだったんだ。そうだね、3期ね、みんな公演前に前髪切ってたね。何食べるの、え、まだ何食べるか決めてない、決めてないけど適当にプラって言ってこいかなって思って。そう、外食べに行ける、さすがにもう17だもん。でもちゃんと歩道前に帰ってきます。お腹空いてたところでした。お、いいね、どっち座るか悩む、どっちも座っちゃえ。でもどうだろう、どっちも座っちゃえ、それは、うん。器具食べる、食べるの早い、おお、器具いいね。あつしさん、ミラーボールありがとう。そう、座り位置をそう教えていくスタイル。あの多分今日もね、そう、あのお昼にご飯食べたんだけど、今日そうだ、昼外で食べたんだけど、そこね、行くの2回目だったんだけど、そこめっちゃ美味しいから、このメールで教えようかなって思う。めっちゃ美味しいの。イタリアン、なんかイタリアン系が多いかな。すごい美味しくって。そう、ピザとかパスタとかがあって、めっちゃ美味しい。あの、人生で食べたピザの中で一番美味しいの。スペサボ入ったの？え、いいな。私スペサボが入ってない、さすがに。スペサボね、ちょっとね、月々が。高校生には大変だ。そうだよ、22時までにはちゃんと帰るよ。配信に私を参加させてくださいって行こう。え、急に。新曲のミュージックビデオ、新曲のミュージックビデオ今日とか出たの、何も聞いてないの。新曲なんだろう、一番最新のシングルだと息をする心だけど、まだ息をする心があれだね、リリースされた時はまだ加入前だね。ね、おやすみ、おやすみ。マクさん、かわいい、ありがとう。パッツン好き、ありがとう。あ、マユキューさん、どうだろうね、次のセンターね。似顔絵親機ね、そう、似顔絵すごい上手だよね。めっちゃ嬉しかった。席からも見えた、席？ステージからも見えたし。こんばんは、こんばんは。新曲のタイトル？え、なんだろう。え、新曲のタイトル当てるってむずいよね。だってほぼ無謀だよね。むずすぎる。一文字だけ当てるとかならできるかも。ウォーとかハーとか入りそう。息をするこのウォーと鼻だれの鼻はワーを取っただけだけど、なんかつなげそうな、言葉と言葉をつなげる接続語とかは当たりやすいんじゃないかな。でもタイトル、タイトル逆にこれ当たったら怖いよね。でも私昨日も配信で話したけど、もし発表あるのは何かなって同期で話した時に、僕対公演じゃないって言ったの、本当に当たったのはびっくりした。すごいよね。でもまあ瀬取りに句体あったし、予想できないこともないけどね。びっくりしたもん、発表あった時。パッツンかわいい、ほんとに。でも幼くない、なんか幼いよ。結婚してどうしようかな。何ですか。私携帯さ、前の携帯とこっち持ってるんだけどね、今来た通知はね、あのスーパーのね、あのね、チラシ
を見れるなんかアプリがあるの。それだった。恥ずかしい。何言ってるんだろう。待って、時間来ちゃったからランキングだもんね。17位桃汁あとつまみーさん、16位ラベンダーさん、15位たかしあとつまみーさん、14位夏のパン祭りあと赤パプリカ、赤パピカピバラ、赤マムシ、言えるかな、いきます。赤パプリカ、赤カピピラ、赤パプリ、赤パクプ、ん？赤パク、ん？赤、赤パプリカ、赤カピバラ、赤マムシ、赤パカピパ、ダメ、ダメ、ダメ、やばい、ロリスが回ってないです。13位、カイちゃん、12位、ブレイクラインさん、11位、ナルミ、アットサヌキュードン大学卒さん、トップ10、10位トラサポさん、9位ヤオタンとつまみーさん、8位ナスちゃん、7位青キジさん、6位ウマちゃんアットヤミーズ&おつまみ。今日はキノコだ、いいじゃない。ではトップ5、レッツラゴー、いこう。5位ジュノラゴさん、4位スプマーテさん、トップ3いこう。3位ヤマシンさん、ありがとうございます。カマちゃん、ありがとうございます。やっぱりさ、ふとした時にさ、この辺が眉毛が見えてくる、やだやだやだ、さすがに短すぎたかな。もうちょい今度から長く切ってもらおう。じゃあ1位の発表します。いきます。下に置いた方がいいことが分かった。いきます。はい、今日のランキング1位はあつしさんです。ありがとうございます。あつしさん1位、ありがとう。アバター変わったよね。ゾウさんに乗ってるね。初めて見たアバターかもしれない。ありがとうございます。キノカバタカマちゃん、これイカのイカ焼きじゃない、これ。イカ美味しいよね、イカ焼き。ありがとうございます。せっかくね、さあもう終わったからさ、心配したいけど、今日はちょっとね外食をしていきたいと思います、ね、10時とかに終わっちゃうと、もう10時終わったらさ、高校生報道時間だから外出られないからさ。だから9時に終わって、さっさと食べてさっさと帰ってきたいと思います。マイキューさんのお姉さん。ね、前髪でも3期で、3期はよくひーちゃんに前髪切ってもらってるかも。ひーちゃん本当にね、本当に上手だから。でも私はまだ切ってもらったことがない。今度頼もうかな。見て、今さ数がさ666だ。ゾロ目、ほら笑うとさ眉毛がチラチラしてくる。短い。隠して隠してあ、じゃあ時間になったので今日はね終わります。メールをね、あれ書きたいことがいっぱいありすぎて、何つ送れるか分かんないけど、また送ろうと思います。では今日は終わります。じゃあねー、またねー、バイバーイ。